はい、こんにちは。カートレスタジオ亀ちゃんです。今日はですね、わかおー、これ見てください、このジャージ。ブルース・リーみたいな、腹筋の中でも一番最強と言われているドラゴンフランクに挑戦しようと思います。なんでかというとですね、視聴者の方からドラゴンフランクのやり方を教えてくださいということをですね、コメントいただきましたんで、今日ですね、初級から上級、僕もね久々にやるんでできるかわかんないけども、教えれることはできると思うんで、初級から上級に、ステップアップしていくにはですね、どういう段階からこう練習していくのかっていうところをですね、ちょっと説明できればと思います。じゃあいきましょう。お尻ね、お尻を出します。そしたらシートを掴んで、後背筋と肩だけつけてですね、ここからゆっくり倒れにいってですね、こういう感じで変える。ゆっくり倒れていくで変える。あんまりいいフォームではないです。久々にやってんでね。でもああいう感じでできるだけまっすぐじゃなくってこう描く、下半身の力を入れてこう描いてですね、お腹にねしっかり負荷がかかるようにお腹を引っ張りながらね、下半身の体重をお腹に与えていくっていう感じの腹筋になります。今のがね上級のフォームなんでね。じゃあまず何を初めからしたらいいのか。まずは寝っ転がって、お尻のっけててもいいので、寝っ転がってシートを掴んで、足のこういう感じ、足の上げ下げからまずね始めていきましょう。こういう感じでね。でこれが慣れてくると、もう少しお尻を出して、大きく動かす、していきましょう。こういう感じでね。っていうことをやっていきます。そしてそこでもう少し慣れてきたら、しっかりお尻を出して、体をしっかり真上までね持ち上げて、ゆっくりねこう描きながら、こういう感じ、でゆっくりこう描きながら置いていくだけの練習をまず続けましょう。これを何回かしていって、これがまず中級ね。これを何回かしていって、そしてそれで戻っていく、あれで戻っていくってことができると、あとはね数を増やしてちょっとフォームを固めていく、フォームをきれいにしていくねっていう練習になっていきます。そして今日もね、高評価か低評価、そしてコメントどれでもいいんでねくださいね。そして今回みたいにやってほしいことあったら言ってください。これいいっすよ。このブルース・リーみたいなジャージね、履いただけでも力がみなぎるんですよ。ダサいって